今季通算20.0安打を達成したロッテの福浦和也内野手42は3日 ZOZO マリンで交渉し、来季の2軍打撃コーチ兼任分も5早せ15.0万円減の年俸20.0万円で契約更改した。球団からはコーチが主になると言われた。若手を育てていい選手お一人でも多く一軍にあげたいです。一軍打撃庫資金人だ。他今季はロッカーも選手側でこ地会議にも出席しなかったが、来季から見ものはコーチ室となり、より軸足発動者となる。ただそれでも選手としてある以上、来年1月の沖縄自主とでは細谷田村光月を引き連で例年通り行う予定。現役26年目の目標を問い割れると、マリンでホームランを打ちたいねと201年4月1日の楽天戦旧塁シーまでに第8年ぶりの本拠地や地を夢見てた。